まずは、高い壁、ラミア・クルスさんか。これはワールドの話だよ。ワールドにラミアさんいないんでしたっけ？そうそう。ワールドにラミアさんは参戦してないんだ。でも実は参戦の構想はあって、ワールドのプロトタイプの動画に登場してるんだ。自ら出てきてアンジャナフを一撃で倒す姿が見られるね。人気の高いモンスだけに、参戦取りやめに残念がる声も多かったよ。なぜここまでして首になったんでしょう？それは最初、首が長いからダメとか言われてたけど、本当は設置面積が多すぎるのが原因なんだ。どういうことですか？ラギアさんみたいな海流種モンスは、陸に上がると腹ばいで移動するんだけど、他のモンスと比べて胴体の分だけ、地面に接する面積が多いんだ。それが問題なんですね。多くのモンスは足だけ地面についてるから問題ないところ、ラギアさんはいろいろ処理が多くなって大変なんだ。例えば段差をまたいだ時に、あっちは段差上でこっちは下の判定とか、とんでもなくややこしいんだよね。ゲーム的にコスパ悪いんですね。そうなんだよ。特にワールドはフィールドの起伏が大きいから、ラギアさんを出すのはかなり難しいんだよね。仕方ないとはいえ、不憫です。そういうことで、ラギアさんの参戦は叶わなかったけど、同じように腹ばいで移動するミラボさんや、ライズのミツネさんとかは、なるべく平坦なフィールドに出すことで、処理を少なくして参加できるようになったんだ。ラギアさんの犠牲は無駄じゃないんですね。続いては、悲しき呼び名。ゴリライオン。この呼び名で想像のつくモンスといえば？ラージェンですか？正解。ラーさんは開発当時、ゴリライオンとか、キンゴリと呼ばれてたんだ。というかなんでライオンなんですか？まんまゴリラですよね。そもそも金獅子の獅子要素って何？と思ってる人もいるだろうけど、実は、ラーさんって、下半身がライオンをモチーフにしてるんだ。確かにそうですね。ちなみに、ゴリライオンは同じカプコンのゲーム、ストリートファイターに登場するキャラ、ゴーキをモンハンで作ろうぜってところから、制作がスタートしたんだ。サイヤ人じゃないんですね。意外だけどそうじゃないんだ。ライズではついに豪気をイメージした、強化個体の巨大ラーさんが出てきたね。ついに元ネタ通りの登場です。本題に戻って、そんなゴリライオンはもともと強いモンスの想定だったんだけど、そうなると出番は後半になるよね。確かに、上位の後半のイメージです。だから、初登場のドスでは、調整が後回しになっちゃって、開発の最終段階にスタッフが一人で制作してたらしいんだ。大変ですね。しかも、そのスタッフが上手かったから、上手い人が4人集まって倒せるレベルの、強モンスに仕上がっちゃったんだとか。やりすぎ。まあ、そのおかげで強いラーさんのイメージがついたから、悪いことばかりではないのかもね。みんなのトラウマですね。続いては、赤いクマさん。二つ名の漫画系モチーフ。二つ名ですって？これはクロスで登場した二つ名持ちモンス。ベニカブトアワシラと、赤眼イアンガルルガの裏話だよ。まずはベニカブトさんから見ていこうね。あの愛らしいクマさんが、真っ赤に染まってモヒカンみたいな髪型になっちゃったね。キャッパーって言いそうです。そんな凶悪そうなベニカブトさん、モチーフは漫画、銀河、流れ星銀の赤カブトという人食いクマだね。これはインタビューで判明したんだけど、まあ、漫画の方を知ってる人は、モチーフがすぐにわかっただろうね。名前もまんまですね。ちなみにインタビュー曰く、僕たちの世代的に最強のクマって言うと赤毛のイメージがあるとのことで、ほぼほぼ赤カブトの連想だね。知ってる人からしたら怖いんですね。そして赤眼イアンガルルガさん。この個体は通常個体よりも小さくて体格のハンデがありながらも、知恵と経験で生き抜いてきた猛者だよ。こういうのが一番強そうです。さて、そんな赤眼さんが、このような設定になったモチーフも、インタビューでわかってるんだけど、それは強くなると小さくなる宇宙人らしいんだ。まさか？まあ、戦闘力53万で有名な、あの宇宙人だろうね。最終形態は小柄だけど、その形態が一番強くて迫力あるもんね。確かに。あの宇宙人の前例があるから、小さくても強いモンスっていう設定を受け入れられるんじゃないか？ということで、OK が出たんだとか。それは説得力ありますね。続いては、場所によりけり。大名月の個体差。名月さん。ドスから多くの作品に出てる、いわゆるドス固有の名月さん。実は、作品によって操る状態異常が違うんだ。そうなんですね。この違いは地域によるもので、つまり、名月さんは住んでる場所によって、操る状態異常が違うって設定なんだ。どんなものがあるんですか？例えばドストフロンティアでは、歴代作品の中でも珍しい生体麻痺を使うんだ。生体麻痺とは？ざっくり説明すると、チャット機能が使えなくなるんだ。オンラインゲームならではの状態異常だね。うまく現実をなぞらえてますね。そしてポータブルシリーズでは、生体麻痺させても直接話せばいいから、あえなく削除されて、疲労状態が追加されたよ。何ですかそれは？
これは食らうとスタミナゲージの上限が25になるという、武器種によってはヤバすぎる状態異常だね。回避も難しいですね。そうそう。まあ、4で復活した時は削除されちゃったんだけどね。ハンターとしては助かります。そしてライズではアイテムではなくて、人玉取りの花粉を盗むという、これまた変わった生態を見せてくれるよ。やっぱり賢いんでしょうね。なお地域差というのはちょっと便利な言葉で、トライデレウスさんやディアさんのデザインがちょっと書き直された時も、住む地域による個体差、という説明がされたんだ。インド像とアフリカ像みたいなことですかね。続いては、まさかの事実。ガレオスとガノトトスの装備。これは初代のお話だね。装備がどうしたんでしょう。先に言っちゃうと、ガレオス装備とガノス装備って、本当は逆なんだよ。つまりガノトトスさんからガレオス装備、ガレオスさんからガノス装備の見た目が、作れるはずだったんだ。そうなんですか？その証拠として、ガレオス装備には立派なヒレがついてるよね。これはもともとガノトトスさんのデザインを意識してるからだよ。ほんとですね。なぜこんなことになったんですか？これはスタッフのミスではなくて、意識して入れ替えたものなんだ。というのも、今のガノス装備、つまりガレオス装備になるはずだった装備って、どうも癖強めなデザインだよね。まあかっこよくはないですね。それで、序盤に作れるガレオス装備が癖強めなのはどうなのってことで、王道デザインのガノス装備と入れ替えたんだ。そんな理由なんですね。ただ、ヒレの色が全然違うから、ガレオスは砂を落とすと青い、っていう説明が追加されたんだとか、割と適当にごまかしててくさ。続いては、戦闘中のオアシス、ワールドツアー。で、出た。これはレウスさんが使う、上空を高く飛んでこちらを狙ってくる技を、プレイヤーが皮肉って言った用語だよ。なんだか評判悪いみたいですね。そうなんだよ。こちらが手出しできない時間が長いし、攻撃の精度もそこまで高くなくて、そのままエリア移動することもあったんだ。イライラ要素ですね。でも、別に嫌がらせしようと思って作られたわけじゃないんだよ。どういう目的です？本当は仮の間の休息時間として取り入れられたんだ。レウス戦は息をつく間もないから、せめてワールドツアー中に、回復したり研いだりしてねという優しさからできてるんだよ。俺が見てないうちにやれってことですね。そうなんだよ。本来レウスさんが与えたハンデのはずなんだ。でも評判悪いんですね。そりゃレウスさんが空気読んでツアーに行ってくれたらいいけど、休憩時間がいらない時に上空に飛ばれたらイライラするんだよね。それはいいから早く殴らせろって思います。このように、思ったより評判が良くなかったのか、トライ以降はどんどん頻度が減っていって、ワールドではついに削除されてしまったんだ。ワールドツアーよさらば。続いては、偉大なる先生、イアン・クックの裏話。どうして先生なんですか？初心者の壁として、多くの人が苦労した思い出があるのと、レウスさんの動きに似てる部分があって、立ち回りの練習をさせてくれるからだね。なるほど。でもワールドから登場してなくて、新米ハンターは先生のお世話になってないんだ。先生もご隠居ですか。さて、そんな先生は、本当に先生の役割として設計されてるんだ。というと、もともと、レウスさんの練習用モンスカツ序盤の壁となるよう作られたんだよ。生まれ持っての先生なんですね。その通り。なお、レウスさんのデータをぶっこ抜いて作った当初のクック先生は、動きが早かったのもあってめちゃくちゃ強かった模様。鬼教官じゃないですか。ともかく、こうした段階を踏んでレウスさんを討伐できた時の感動は、ひとしおだっただろうね。強くなったって実感できますね。それと、もう一つ。クック先生のボツデザインはもう少しトゲが多かったみたいなんだ。それこそガルルガさんみたいにね。それだと可愛げないですね。今でこそトゲの少ない形状だけど、実はその時の名残で、防具にはトゲがたくさんついてるんだ。ボツ時代のデザインを反映してるんだね。ボツになった名残がここに。続いては、男女別。四天王モンスの性別。四天王ですか。これはクロスの看板モンス。ディノバルド、ライゼクス、タマミツネ、ガムート3、4体にまつわる、性別の裏話だね。なんか前、少しだけ聞いたような。そうだね。ミツネさんについては触れたことがあるよ。こちらの動画ですが、宣伝オツです。というか本当にショックでした。ゲーム中に出てくるミツネさんが全てオスって話だったね。あの見た目だけにメスだと思ってる人も多かったようだね。美男ですよね。ちなみにミツネさんのメスは、人里離れた場所で子供と暮らしてるみたい。だからオス以外は目につかないんですね。さて、その他のモンスの性別なんだけど、ディノさん、ゼクスさんが全てオス、ガムートさんが全てメスなんだ。やっぱり、人前に出てくる個体の性別が偏ってるんだろうね。そんな設定があるんですね。ガムートさんだけメスなのは普段母子で生活してるのと、子供がポポに似てるから守る必要があるからだろうけど。けど、実際の理由は、デザイナーがそう言ってたからとのこと。そんなメタな理由だったとは。
続いては、バルハザクの祖先、フルフルのボツアン。これもハンター大全に載ってるね。フルフルタン。今でこそ電気や麻痺を操る飛竜の定番モンスだけど、無印の企画段階だとちょっと性質が違ってたんだよね。そうなんですか？無印の段階では研究が進んでなかったのか、カビを操るモンスだとされてたんだよ。全然違うじゃないですか。そうなんだよ。それ本当にフルフルか？ってくらい違うんだよね。どうしてカビだったんでしょう？それはわからないけど、洞窟に住んでるから何かと間違えたのかな。洞窟が湿ってたんですね。まあ、カビというか菌類を操るモンスとして後々、死をまとうバルハザクさんが登場したから、フルフルさんはその先駆けとも言えるね。先輩。なお、フルフルさんには長い間、カユーみたいな別名がなかったんだけど、ライズの出演をきっかけに、機械竜の別名をもらうことができたんだ。なんと17年かかってるっていうね。おめでとうございます。まあ、17年越しに名付けた理由も、なかったからそろそろつけてあげよう、そういや寂しくさせてたな、みたいな少しかわいそうな理由だよ。それでもよかったです。続いては、大物妖怪。バルハザクのモチーフ。妖怪？これはライズに登場した特殊個体、駆使企画用のバルハザクのお話だね。そっか、ライズのモンスって妖怪モチーフですもんね。そうそう。ライズでは四つ身は銅さんはカッパ、リオレウスさんは天下などなど、妖怪のモチーフを与えられてて、バルファルクさんも例外ではないんだけど、正直、何の妖怪が元ネタなのかイメージがつきにくいよね。確かに、何がモチーフなんでしょう？バルファルクさんのモチーフは、ズバリハレー彗星なんだよ。え？妖怪じゃないですよ。世界の人々をパニックにさせた点では妖怪と言えるのかもね。1910年に近づいてきた時に、地球が毒で覆われると言われてて、人々が息を止めてやり過ごそうとしてたのが、ドラえもんで描かれていたね。それでもちょっと苦しいような。確かに、妖怪として苦しいのは開発スタッフさんも認めてて、バルファルクさんを採用する時点で、使う妖怪のネタが尽きてたと語ってるよ。妖怪ってたくさんいるイメージですが。まあ、たくさんいるけど、みんなが知ってる妖怪となるとちょっと絞られてくるんだよね。知名度も大事なんですね。ちなみに、バルファルクさん以外にも、ライズに登場する固有には、妖怪の中でも高位のモチーフを当ててるんだ。わかりやすいのが手をにゃんの閻魔大王。ラスボス夫妻の風神雷神だね。ここまで来ると、人へのいたずらどころじゃない存在だね。妖怪を束ねるレベルですね。続いては、裏話だらけ？将軍ギガミの秘密。ドスから登場した青い神さんだね。サンブレイクで戦えるのを待ってます。さて、ギガミさんにまつわる裏話は3つあるんだ。そんなにあるんですか？まず1つ目。さっき、神さんと言ったけど、ギガミさんのモチーフは神じゃないんだよ。神じゃないものから神作ったんですか？インタビューによると、モチーフは映画スターシップトゥルーパーズの、虫型の宇宙人バグズなんだ。少なくとも神ではないんだよね。虫だったんですか？シルエットはそっくりだよね。まあ、虫も神も背骨のない無脊椎動物だから、種類的には近いのかな。神は喜んで食べますけどね。そして二つ目、ギザミさんが背負ってる骨は、実はリオ夫婦の骨だとされてるんだ。まあ、風化しちゃって原型ないけど、形はなんとなくリオさんっぽいかな？かわいそうに。そして最後になぜか知名度が高い設定を一つ。なんでしょう？それはギザミさんが放つ水ブレス。これ、実はギザミさんのおしっこなんだ。汚いですね。ものすごい勢いで天井から振り回したりもするもんね。コロコロコミックかな？というわけで、人によっては、王の雫やエクリプスメテオより食らいたくない技なんだとか、知りたくなかったです。続いては、まさかの復刻、ティガレックスとボツモンス。これはセカンドの看板モンス、ティガレックスさんの裏話だね。毎度おなじみティガさんですね。このモンスについては、話すこともたくさんあるんだけど、今回は制作秘話について見ていこう。お願いします。セカンドの看板モンスは、わかりやすく直球系をコンセプトにしてたらしいんだ。気軽に遊べるポータブルの作品らしいよね。見た目に出てますね。そうしてティガさんが形作られてくんだけど、デザインのモチーフになってるのはまさかのボツモンスなんだ。そうなんですか？それがワイバーンレックスだね。設定資料集のハンター大全には、絶滅種として載ってるんだけど、ティガさんはこのモンスと近い種であることが示されてるよ。似てますもんね。こうして、ワイバーンレックスにヒントを得てティガさんが出来上がったんだ。まさかのボツモンスからゲームに登場するモンスが作られるっていう、堂々復活ですね。開発スタッフさんがアイデアを大切にしてる証拠だね。なお、ティガさんの動きはオオトカゲのものを参考にしてて、あるスタッフさんがプライベートで飼ってたオオトカゲを、職場まで連れてきてスタッフの前で見せてくれたんだとか。そのスタッフさん何者ですか？続いては、ガンナー憎し、矢返し。
これはドスから登場したクシャルダオラさんの裏話だね。野外師とは？クシャさんが UFO 圧をまとってる時、ガンナーが弾矢を撃つと跳ね返してくるんだよ。これを野外師と言うんだ。バリアじゃないですか。そうそう。ガンナーの脅威となる野外師は、ドスの開発をしてる時に生み出されたアイデアなんだよ。理由がはっきりしてるんですね。実は、開発が進んできた頃、クシャさんがガンナーに一方的に撃ち込まれたシーンがあったらしいんだ。バリアがなくて浮いてたらそうなりますよ。ただ、それはゲーム的に問題だったのか面白くなかったのか。当時のプランナーが突然、矢を返す、と言い始めたらしいんだよ。突然。まあ、いろいろと訳があるんだろうけど、そうして実装されたのが野外師ってわけだね。そういう深い理由があったんですね。でも、それじゃガンナーが歯が立たないっていうことで、毒状態で UFO圧を抑えられるとか、いろいろなアイデアが盛り込まれていったんだ。いろいろな検討の結果のクシャさんなんですね。続いては、恐怖のイカ、オストガロアの裏話。クロスのラスボスとして登場したイカさん、そのデザインには相当な苦労があるんだ。ラスボスですもんね。まず最初の方は、まんま骨をまとったドラゴンゾンビ風だったんだ。これはなかなかグロテスクですね。触腕につける骨も今のような骨の一部じゃなくて、ほぼモンスの原型をとどめた骨格を使ってたね。某アルマジロ感のある部位が。まあ、これはファンタジーが過ぎるということでボツになっちゃって、だんだんイカっぽくなっていったんだ。いや、そこが一番わかりませんよ。これはクロスが古代林をメインフィールドにしてるから、軟体生物の方が合うんじゃないか？という意見からだね。ああ、オウムガイとかそれっぽいですもんね。そうそう。その過程で触腕も2本になったんだ。初見で挑んだハンターは、2体いるのか？と驚くことになるんだよね。最初はびっくりしますよね。そうして、細かいデザインの検討やゲーム内での動きやサイズなんかも、慎重に検討した結果、あのイカさんが完成したんだ。どれだけの没案があるのか気になります。なお、これだけ緻密に考えてても、必殺技の昇竜ブレスの原理については謎のままの模様。竜属性は永遠の謎なんですね。続いては、虫ならでは、アトラルカの裏話。アトラルカことカマキリさんは、ダブルクロスのラスボスだね。カマキリさん。カマキリさんは、アトラルネセトと呼ばれる、ドラゴンっぽい形の巣を操って、プレイヤーの度肝を抜いたことで有名だね。こんなの出てきたらそりゃ驚きます。っていうか、こんな形の巣をなんで虫さんなんかが作れるんですか？確かにそう思うよね。でもインタビューによると、むしろ昆虫種だからこそ作れたとのことだよ。というと、例えば、こんな複雑な形の巣を比喩とかが作ってたら、そのモンスが賢すぎることになるよね。人間超えちゃってますね。でも昆虫なら備わった本能でそのくらいやってのけそう、と思えてしまうんだ。虫の生態ってぶっ飛んでることもあるもんね。本能でヤバい巣まで作ってしまえると。そうなんだよ。賢いというよりは生物に備わった力のおかげだね。モンハンの虫ってすごいですね。確かに、草虫根だったり、ワールドのシルベ虫だったり、ライズのかけり虫だったり、モンハン世界は虫と生活レベルで共存してるね。もはやパートナーですね。まあ、ファンタジー要素を虫の不思議さになすりつけてるとも言う。それは言わない約束です。続いては、金さん銀さん、リオ希少種の色の秘密。これは気になります。ここでは金レイヤコトリオレイヤ希少種と、銀レウスコトリオレウス希少種の色について扱っていくよ。金銀で映えますよね。生き物っぽくない色だけどそれが神秘的でいいんだよね。さて、リオ希少種の登場はモンハンジーのことなんだ。早いですね。そうそう。でも出てくる条件がえげつなくて、キリン以外のモンスの最大金冠をつけて、通常種と亜種のクエを両方クリアするのが、希少種出現のフラグだったんだよね。金冠つけないといけないんですか？めちゃくちゃ大変だっただろうね。さて、希少種の派手な色合いなんだけど、実はそこまで深い意味はないんだ。秘境に住む特別な個体ってことだけで、珍しい色合いになったみたいだね。金レウス銀レイヤのイメージもあるにはあったみたいだけど、ディレクターさんの推しもあって今の形に落ち着いたみたいだよ。確かに銀の太陽ってあまりイメージないです。当時はそこまで意味付けもなかったんだけど、それからは希少種にもそうなった意味が付けられるようになったんだとか。最初の方あるあるですね。続いては、絶滅種登場。バジリス。これは無印の裏話だよ。バジリスっていうのがいたんですね。ハンター大全では絶滅種、つまりボスモンスに指定されてるんだけどね。ゲヨシさんに似てますね。そうそう。でもゲヨシさんと違って口角に覆われててトゲトゲしいね。こっちの方が強そうにも見えるけど、ゲヨシさんとの生存競争に負けて絶滅したんだとか。ゴム質の方が都合良かったんですかね。さて、そんなバジリスさんなんだけど、実は無印のプロモーションムービーにちょっとだけ出演してるんだよ。絶滅種がですか？そうなんだよ。このシーンなんだけど、ゲヨシさんが歩いてるように見えて、
背中の方を見てみると、トゲがついてますね。そう、これはゲイオスさんじゃなくてバジリスさんなんだ。こっそりゲームに出演してたんだよね。貴重映像ですね。まあ、リアルな話、ここから修正が入ってクビになっちゃったんだけどね。これが最後の姿だなんて悲しすぎます。いやー、モンスを作るのって大変なんですね。モンス1体1体に深い作り込みと設定があるのがモンハンの面白いところだね。他にも聞いたことがある裏話があったら、ぜひ教えてくださいね。右上のツイッターのフォロー、チャンネル登録もしてくれると励みになります。それではご視聴、ありがとうございました。